山内秀夫は、日本の元政治家。議会は、15位。福島県藍津若松市長、藍津若松市議会議員を務めた。福島県藍津若松市生まれ。福島県立藍津高等学校、日本大学芸術学部卒業。大学卒業後、伊藤正義衆議院議員の秘書、内閣官房長官秘書、外務大臣秘書を経て、藍津若松市議を2期務める。 1991年に合津若松市長に就任。合津若松市長時代の功績の一つに、1993年のコンピュータ理工学部の合津大学の設立がある。合津地方にとって4年生大学を作るのは合津の人々の悲願となっていた。1999年に2期目の任期途中で、辞任2000年の 第42回衆議院議員総選挙、2003年の第43回衆議院議員総選挙に、福島県第4区から自民党公認で立候補するも、敗北したため政界から引退する。2005年、高崎経済大学に入学し教員免許を取得。2009年1月より、厚生学園女子中学校、高等学校相談役、同年4月より副校長を務め。 2010年4月に同校校長に就任した。校長時代には文部科学省が進める国際的に活躍できる人材育成のスーパーグローバルハイスクールの第一次指定を2014年度に獲得している。2017年より厚生学園教育顧問。その他、日本文化学院学院長も務めた。2020年10月22日。 急性骨髄性白血病のため、群馬県前橋市の病院で死去。68歳没。死没日をもって、15位上位。朝日小獣症追贈。元合津若松市長の山内秀夫氏。死去68歳。合津大開学に尽力。福島民友新聞。オリジナルの2020年10月29日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 1 0 2 9 1 6 5 8 0 7 h t t p s w w w m y n y u n e t c o m n e w s o k u y a m i f m 2 0 2 0 1 0 2 4 5 4 9 8 9 9 p h p 8 漢方第381号11ページ令和2年11月26日号。ありがとうございます。